はい。じゃあ、深夜のコソコソ話のナンバー2でございます。いや、ナミさんね、すごい旅をされたんですね。3000キロ。いやー、お疲れ様でございました。まあ、そういう風に聞くとね、あ、もしかしたら、この辺の道路、ナミさんも通ったのかもしれないな、とかね、道路を走ってる時に、なんであの車、運転めちゃくちゃだな、っていうのが私の車ではなければいいな、というところですけどもね。いや、私はね、このね、 広島という街に住んでいても、実は広島市内から100キロ離れた福山という田舎町に住んでるんですよね。えそして県境の笠岡辺りをうろうろするんですけども、まあ、私が通る道ってのは一面田んぼで、それこそね、道路にも人にもあんまりすれ違わないようなところを毎日毎日1時間前後ドライブしてるわけなんですよ。いや、すごくね、景色も空気ものどかでいいですよね。大好きです、こういう風景が。新潟も、 走ってる時に結構似たようなところが多くてあやっぱり日本っていいなと思いましたそして日本のいいところってそのなんかね電車が似合うんですよ田んぼの風景に JR とか地方の市電がカーッとね走ってるの1両編成2両編成で走ってるのがものすごく物悲しくて似合うんですよねそれこそどこを見ても「男はつらいよ」の車虎ジ郎を思い出してね虎さんあそこにいいんじゃないかなと思っちゃうわけなんですよ さあそしてどこに行くのもワクチンワクチンということでございますけども私の場合はワクチンを打ってるかどうか確認させていただきますというところでですね打ってませんと打つつもりもありませんとどこに行く時も主張してるんですけどもそれによって入場を断られたことは全くないんですよね。<laughs> そもそもワクチンどうこうっていうのは何か証明が客観的になるわけじゃなくて本人のねあの言った言わないだけですから。 職員さんも確認をすることっていうふうには言われてるらしいんですけどもでもそれによって返信によってですねどういうふうに対処するかは全く聞かれてないですだから抑止力なんでしょうねきっとワクチン打ちましたかっていうふうに聞くことによって打たなきゃいけないんだろうなっていう雰囲気をまあお互いに醸し出してるということでねどっかの誰かさんが 飛行機に乗った時にマスクをしませんって言ってね、今裁判になってますけども、そもそもマスクをしなければならないという法的根拠は全くなくって、単なる同調圧力なんですよね。だからこれが有罪になるとしたら、ちょっと恐ろしいことですよね。多くの人の思い込みが明文化されてない決まりを作り、その明文化されてない曖昧な決まりにもって人は処断されるような、こんな恐ろしい社会がね、迫ってるんじゃないかなっていうふうに拡大解釈するわけですけども、まあそんなことはないでしょうと。 ただやっぱりね多くの人がそう思ってるだろうなってことを知っていて多くの人が嫌な気持ちになるだろうなと思いながらやるっていうのはやっぱりあんまり賛成できることででないですよねでもやっぱりね多くの人が不快を感じるだろうなと思いながらやることって人はあるんですよこれは、ね、それが顕著なのかなんとなく顕著じゃないのかっていうだけで結構あるんですよね。 まあでも、マスクに関しましては、そうですね、ドレスコードっていう風に捉えていけばいいんじゃないかなと思います。まあワクチンもね、似たような感じで、もういいじゃん、打っとけば、みたいなところはあると思いますけども、最大の違いはワクチンは、どんな負荷が人間にかかるかまだ分からないというね。<laughs> 2023年までは、知見の段階ですからね。<laughs> だから怖いと言えば怖いんですよ。ね。お亡くなりになる方も出てきてますし、怖いですよね、これはね。 大体ね、確実言うと、お <laughs> というのはやめていきましょうか。YouTube がまたね、危ないことになっちゃいますんで。<laughs> まあ、これはそれぞれ調べていくか、それとも信じる信じないの世界になってくると思いますけども。まあ、けど、人にはね、恐怖心というのもありますから。それは、ワクチンを取らないことによる恐怖心なのか、取ることによる恐怖心なのか、それとも、その決断をすることによって、周りの人に白い目で見られること、 の恐怖心なのか正確に言うと白い目で見る人はいませんこうやって白い目でね見る人はいませんからもしかしたら白い目で見られてるかもしれないなっていう風な思い込みなんですよねでその思い込みは何で持つかっていうと自分がそういう思い込みで人を見てるからだという話もありますんで <laughs> まあどうなのかなと私の場合はねまだ全くワクチン打ってないんですけどもでも別に焦って打たなくても必要に迫られて仕方がないかなと思う時があれば。 全然それはやると思うんですよ今のところね人に会うわけでもないですしね先ほどお話ししたようにみたいに「いやワクチンは全然やってないんですけどね」って言っても別にどっかに入場を断られたりとか販売を、うん、遠慮されたりってことが今のところないんでねだから何もないんだろうと思ってますね <laughs> でそもそもワクチンなんてくだらねえって思ってる人も一定数いるんでその人は気が合うなと。 だよねみたいな感じでね <laughs> 全然知らない人ともねいきなり長くなっちゃったりするみたいなことがありますけどねうんまあでもどうなるか私も結論は出せません結論が出せないのであのまあ今のところで自由かなとでも打ってしまったらもう取り返しがつかないけども打ってない分に関しましてはあじゃあ改めてお願いしますっていうふうに今からでも間に合うんでね、えー、その辺はまだ、はあ、やんなくてもいいかなと。 思ってるんんでですけどもどもううなんでしょうかこのまんまワクチン論争は今のところ消えていきそうな雰囲気を私は出してるんじゃないかなとでそろそろマスクもいいんじゃないかなみたいなことも日本で起きてきて大体いい世界的にはもうマスクしてる民族は少ないみたいなんですけどね <laughs>、うん、北朝鮮ぐらいじゃないですかね今一生懸命マスクしだしたのは <laughs> うんまあ中国もねゼロコロナ政策みたいな強権的な決断によって今あの負けずえをってる人がかなりいるみたいですけどね どうううなっちゃうんでしょうかね、はい、混乱を極める世界情勢、えー、しかし田舎育ちの田舎生まれの私はあんまり影響を受けなくてやっているってところですかまあ奈さんもね、あのー、ご安全にお過ごしください車の運転健康状態それからインターネットの環境いろいろありますけども、うん、まだまだ頑張って生きていきましょういってらっしゃい